ポール・ロジャース、ポール・ロジャース、ポール・ロージャーズ、1949年12月17日帯はイギリス出身のロック歌手。ロジャースの特徴であるリズムブルースに根ざしたソウルフルな歌唱スタイルは後のロックボーカリストたちに多大な影響を与えた。ローリングストーン氏の選ぶ史上最も偉大な100人のシンガーにおいて第55位。 1949年12月17日、イングランドミドルズブラの港町で、七人兄弟の四番目に生まれる。ロードランナーズ、1967などのローカルバンドで活動を始めるが、商業的には失敗に終わる。1969年に英国ブルースの巨匠、アレクシス・コーナーに見染められ、ポールコソフ、GT とサイモン・パーク、ドクター、アンリ・フレイザー、 B.A. と共にフリーを結成。フリーは、デビュー当時、メンバーが10代だったにもかかわらずブルース色が濃く、シンプルなハードロックスタイルで徐々に人気を獲得していい。1970年にシングル、オール、ライトナウト、アルバム、ファイアウォーターがヒットするが、アルバムの商業的不振やメンバー間の不仲で、初来日公演直後、解散を発表。フリー解散後、 ロジャースはピース1971を結成するが、ドラッグに溺れたコソフを救うためフリーの再結成に参加する。しかしメンバー間の不仲は解消されておらず、すぐにベースのフレーザーが脱退。コソフのドラッグ癖も悪化したためフリーは危機に陥るが、キーボードにジョン・ラビット・バンドリック、ベースに山内哲を加入させ、フリー名義のラスアルバム、 ハートブレーカーを発表し1973年に解散。フリー解散後、ロジャースは前日のサイモンカーク、元キングクリムゾンのポズバレル、元とザ・フープルのミックラ・ルフスと共にバッドカンパニーを結成する。バッドカンパニーはアメリカナイズされた楽曲スタイルで Can't Get Enough など世界的ヒットを飛ばし、多くのアルバムがプラチナディスクを獲得した。しかし、 ロジャースは肥大化した活動から落ち着くため1982年、バッドカンパニーを脱退。1983年、すべての楽器を自身で演奏した初のソロアルバム、カットルースを発表するが、商業的には失敗に終わる。1985年には、レッドチェッペリンのギタリストジミー・ペイジラーと組んだ、ファームがスーパーグループとして話題となったが、 期待されたほどの成功を収めることなく、アルバム2枚を残し自然消滅。1991年、フェイセズやザ・フーのドラマーだったケニー・ジョーズらと組みざろうを結成するが、商業的に失敗し、アルバム1枚を残し解散、9曲を収録した、セカンドアルバムも存在するが、公式リリースされずおくらいとなる。1993年には、ソロとして、 数々のスーパーギタリストと曲ごとに共演したトリビュート作品、マディ・ワウォーター・ブルーズが騎士改正のヒット作となり、グラミー賞にノミネートされた。1990年代中頃にソロで来日公演を行い、1997年には14年振りとなるオリジナル曲のソロアルバム、NOW を発表。1998年、 オリジナルメンバーによるバッドカンパニーの再結成に参加し、新曲をレコーディングした。1999年にバッドカンパニーとして全米ツアーを行うが、後にボズバレルとミック・ラルフスがツアーへの不参加を表明。ロジャースは1999年にアルバムエレクトリックを発表しソロ活動を再開。2002年、新メンバーを加えバッドカンパニーに参加し、 全米ツアーを行う。2005年から2009年にかけクイーンのメンバーブライアン名、ロジャー・テーラーらと組クイーン、ポール・ロジャースの名で世界ツアーを行い、来日、全米公演を行う。2006年10月からクイーンとスタジオ入りし2008年、ニューアルバムザ・コスモス・ロックスを発表するが、ロジャースは活動に終止符を打ち、バッドカンパニーの指導へ移行した。 2010年10月、バッドカンパニーとして35年振りとなる日本公演を行う。2014年、オーティス・レディングやアルバート・キングなどソウル・ブルースの名曲を60年代に活躍した一流のバックミュージシャンと共に収録したザ・ロイヤル・セッションズを発表。時期により歌唱スタイルは変化している。オーティス・レディングがインタビューや楽曲で頻繁に取り上げられ、 活動初期の音源では歌唱スタイルの類似が確認できる。非常に強力な声の持ち主であることから、ザボイスなどの異名を持つほどである。他にもインタビューで、ジョン・リー・フカーや、エルモア・ジェームス、ハウリン・ウルフなど名を挙げており、レイ・チャールズに至っては2010年に、英国英放送 BBC で、ジュールズ・ホーランドともに、クライングタイムを演奏した。フリーのファーストアルバムでは、 ハウリンウルフの楽曲、ゴインダウンスローを取り上げている。いずれからも、ブルースやリズムブルースの影響が伺える。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。